シントラとは、ゼネラルモーターズが、オペルブランドで製造、販売していたミニバンのこと。シントラという名称は、発音しやすい単語をコンピュータにリストアップさせ、そこから決定した。ポルトガルの都市、シントラとは、無関係である。イギリスでは、ボックスホールブランドで販売され、ボックスホールシントラの名称で販売された。 ヨーロッパ市場向けに開発され、1996年から販売開始。第二世代の GMU プラットフォームを採用した大型 MPV。左右の後部ドアはスライド式で異なるシートアレンジが可能だった。シントラは特に第二世代 U プラットフォームのショートホイールベース版をベースに開発され、同じようにショートホイールベース版の U プラットフォームを共有した。 シボレーベンチャーやポンティアックトランスポート及びモンタナ・オールズモビルシルエットと基本的に共通のエクステリアとなっている。生産もこれらと同じくジョージア州で行われた。しかしエンジンはシボレーベンチャーなどと違うものが採用された。ラインナップは以下の通り。ディーゼルは最終生産年のみラインナップされ394台のみの 製造となった。発売されたシントラは、他のオペル車より、完成度や品質が低く、ヨーロッパ市場では、顧客から低性能、低品質という評価を受けた。イギリスに至っては、2001年の JD パワーによる顧客満足度調査により、調査対象182台中の182、つまり、イギリスで最悪の車という結果が出るほどだった。 それらに対する改善は内装の布地を変更する程度の部分的な対応に過ぎなかった。ユーロンキャップにおいても1998年モデルに正面衝突実験を行った際にキャビンの構造が不安定なため衝突時にステアリングがエアバッグと一緒にはずれ落ちドライバーに致命的な首の怪我を負わせる可能性があるという欠陥が発覚した。そのため 側面衝突実験で比較的高成績を出したものの評価は星2.5という低い結果に終わった。これらのことからシントラの評価は発売後から落ち続け、生産は1999年に打ち切られることとなった。以後、オペルブランドからは大型 MPV が発売されず、GM もこのクラスの車種をヨーロッパ市場で発売しなくなった。 日本へは柳瀬がサンプルとして数台輸入しただけで正規輸入、販売はされなかった。ありがとうございます。